カテリーナ・スフォルツァは、ルネサンス期の女傑として知られる、女性領主。ミラノ公ガレアッツォ・マリーア・スフォルツァのショバラの娘。スフォルツァ家の当主ジャンガレアッツォの姉にあたる。母は、ピエロ・デル・ポンライ・オーロの肖像画でよく知られている美人、ルクレーツィア・ランドリアーに。11歳で、リアーリオ家のジローラモ白尺と結婚し、その間にビアンカとオッタビアーの指定を設けて、 ロローマでで暮らす夫ジララモはイーモラとフォルリの領主でもあった。1484年、シクストゥスが急世するとジローラモは、ローマで反乱を起こそうとするが、失敗したため、彼女は、このビアンカと、オッタウィアーノと共に、領地のフォルリに戻った。1488年、オジノルドビーコにより意図的に、スフォルザケが援助を行わなかったことが原因で、 フォルリに反乱が起こりジローラモが暗殺され、おじのルドビーコと距離を置き始めた。後に、フィレンツェのメディチ家のロレンツォの支援で反乱を抑え、支配を続ける。その後、ジャコモ・フェロと再婚。ジャコモの死後、メディチ一族冒険で、ロレンツォの重帝である、ジョバンニ・デ・メディチと再婚し、1498年に、一子女番におもうける。1499年、 チェーザレ・ボルジアに攻められ、イー・モラ・フォルリが相次いで陥落。カテリーナは、その後、ローマに移送され、修道院に入れられた。1509年4月、重度の肺炎に罹患した。一旦回復したように見えたが再発し、遺言と埋葬の手配を行った後、1509年5月28日に死去した。46歳。ありがとうございます。